えー、皆様、いかがお過ごしでございましょうか南風チャンネルでございます、えー。この時期になってくるとですね、もう、あのー、だんだん紹介するものがなくなってまいりまして、もういよいよあの、こういうコマのですね、を、えー、ご案内するようになってしまいました。えー、でね、意外にあのーね、困ってらっしゃる方があるかもしれない、あの空気を入れる時のね、えー、アダプターのお話でございます。 で、うちにそのアダプターですね。まあ、ポンプでダイレクトにつなげれば一番いいんですけども、なかなかそうはいかないという時のための、あの、その接続金具をいくつか在庫をしております。で、ちょっと左の方からですね、トピークのプレッシャーライトと、えー、これよくある。これパナレーサーで出てますけど、え、金具です。で、このね、新中製のこれですね。これはフレンチバルブ用のフレンチバルブ、チューブがフレンチバルブの頭に被せてあげて、 ここですね。これはシュレッダーバルブというようなことになるもので、有名なものですね。で、これがあると、フレンチバルブの自転車でも、例えばガソリンスタンドとかで、えー、入れられるようになるという代物です。で、これと、これですね。このプレッシャーライトっていうんですけど、これをこういうふうにこう接続してあげると、えー、フレンチバルブの自転車でも、バルブが横にこう出てくるので、えー、車輪がすごい小さい。例えば K3 とか。 ダブプラスとか、あの辺の、えー、車輪の小さい自転車の場合に、まあ、こうイラスト書いてますけどね、こっち側に逃げてくれると、このレバーでこう、動いても、あの、車輪に当たらないので入れやすくなりますよ、というものです。で、K3 とかダブプラス入れる場合には、あの、パナレーサーのワンタッチポンプっていうのがあって、まあ、あれを使ってもらうのが一番いいですね、っていうお話はよくしますが、それをわざわざ買うほどではないというような場合は、 これをこう組み合わせてあげるといいかもしれません。で、次ですね、これが、えー、いわゆるギザプロダクツの、えー、普通式 AB アダプターと書いてますね。で、さっきみたいにフレンチバルブのチューブに、フレンチバルブのチューブですね、それにこう、かぶせてあげると、ここのバルブの形状が、いわゆる A 式バルブ、で、ベーシックバルブ、どっちのポンプでも使えるようになりますてと。 というものです。で、これ一つあればですね、あのー、ご家庭に、ええー、ね、英式のポンプしかないというところでも対応できるし、え式、ー、ベーシックに対応できるというようなところも使えるし、ということになってくると思います。で、それとですね、個人的に結構僕は非常に好きなのは、このワニ口トンボと言われているこれです。で、これ、あの、ベーシックワルブに対応しているポンプを持ってらっしゃる方が、これをつけてあげるだけで、 えー、いわゆる A 式バルブのついたまあうちでいうとこの,あのダーホンのねルートとかボードウォークとかあの辺でもちゃんと使えるようになってきますのでなんかのね時のためにこれを一つ持っておくとなんから色々便利だったりする経験が僕の場合は多かったですでツアーみたいな形で、ね、お客さん引率してうろうろする時のために、えー、どんな自転車に乗ってくるかねちょっとお客さんがなかなか把握しにくいような時はこれを 持っていくこういうふうな形で、えー、いろいろ準備をしておけば、もし自分のポンプがあってなったときにも対応できますよということは言えるんじゃないかと思っております。ご不明のある方、たくさんいらっしゃると思いますので、えー、店頭までお運びください。お待ちしております。